質問、えっと、26歳の現在まで恋人なし、友達もゼロ、仕事は長続きしない、フラン大卒です、えー、つい最近、精神科に行き、自閉症と診断、今まで生きてきて悟ったのですが、発達障害があると、語彙力のなさや頭の回転が悪いので、友達や異性とコミュニケーションが取れない、そしてそれは仕事でも影響が出て嫌われる。 で結論聞きたいのは、友達のの少なささと頭の悪さは相関関係があると思いますかあ、なるほど。ないんじゃないでしょうかね。そんな研究結果は見たことがないのですが、まあ、でも、あのよく IQ と、えー、人生の成功っていうのは、まあ、どのぐらい相関関係があるのかっていうのがあって、うっすらとあるかもしれないぐらいって言われてますよね。 だから IQ が高ければ高いほど勉強ができるか、そんなことないですよね。まあ、うっすらとそうあるかもしれないけど、いわゆるギフテッドとかって言われている子も、まあ、もちろんできない可能性もかなりあって、ギフテッド、IQ が高いから勉強ができるわけでは全然ない。他にもたくさんの要素があるということだと思います。あ,あと、IQ が高いと、例えば何、何ノーベル賞を受賞できるかとか、えー、人気作家になれるかとか、えー、と大富豪になれるかとかっていうと、まあ、それも、まあ 若干 IQ の高さ、低さと関係があるかもしれないけれども、でも若干ぐらいですよね。まあそういうのから類推する限り、まあ確かに、まあまあ頭の良さ悪さを IQ に取るとですね、頭がいい、IQ が高いと、まあいろんな知識があり、い,いろんなあの会話ができ、で、先ほど言ったように、 あの社会的にも成功が若干しやすいと、まあ、若干友達も増える可能性もあるかなとは思いますがあまり関係なないいんじゃないですかね結構まあ学歴高い人とか社会的に成功した人と会いますけれどもスカくとさんはその学歴とか まあ多くの方が言う頭の良さは、頭が良くても変な人っていうかな <laughs>、周りの人とうまく強調できない人ってたくさんいますので、あんまり関係ないような気がしますけどね。まあ、一方で、社会的に成功したい人っていうのは、やっぱり一人じゃなかなか社会的には成功できないので、ビジネスで成功するとかですね、そういうのは、やっぱり友達が多い人がまあ多めになるのかなと思いますけど。 あ関係あると僕も思いますとか、何をもって成功とするか人それぞれってありますけど、まあ、友達の少なさとはそんなに関係は頭の良さはないと思いますね。ただ、まあ、ここがですね、その発達障害の、その特に ASD の特徴と、その友達の多さ、少なさっていうのは、それはやっぱり結構は関係するかもなとは私、正直思います。うん、実際あの、当社でもデータ取ってても、ダイレクトに行っちゃうと、 恋人がいないとか結婚したことがないとかっていう人はやっぱ一般の割合に比べると高いですよね発達障害の方は、はい。なのでそこはやっぱりあのいろんな人と社会的な関係を築くのがやはり不利に置かれやすいっていうのはあるのかもしれません。ただそれはまあ今までの話で、まあ、こういったネットを通じてのやり取りオンラインでのやり取りとか、まあ、むしろそこは長けてる方もいるかもしれない。 ある特定の分野でのやり取りが好きとか、そういった鉄道の話で盛り上がることができて、そこは友達になりやすいとか、まあ、そういうのもあるかもしれないので、ですね、まあ、一概にその友達とか恋愛とか結婚とか、そういった軸を持ってくると、少し過去の価値観だと、まあ、若干不利になることもあるかもしれないですけど、あそこは本当に考えようじゃないかなとは思いますけどね。はい、なお慶応はそこから 全く逆のいわゆる社会的成功者の集まりに見えますので、勉強もできる社会的にも、あのなんて言うんでしょうかねせせ、お金もあるし、ネットワーキングというつなうがりが強いというあの組織ですので、<laughs> なんかあの、ハンドルネームと質問の内容のこのギャップに少しおっとしてしまいましたけど。はい。ああ、あと確かに。 あの海芝浦さんから今チャットいただいて、本田秀夫先生のネストジャパンではみんな楽しく過ごしていましたね。そうなんですよね。だから、まあ、いわゆる一般の友達とか、一般の,その、そなんていうんでしょうかね、仲の良さみたいな感じですると、ちょっと不利な感じもするかもしれないですね。だから、こういわゆるちょっとあえて使いますけど、健常者がこう点々といるところに、発達障害傾向の人がポツンといっても、やっぱりこううまくいかないことがあるかもしれないので。まあ ある程度、その発達障害のことを分かったような人と、その発達障害の傾向がある人たちが若干濃度高めに集まると、そこではうまくいくかもしれないですね。はい、で、この余暇支援とか仲間作りとかっていうのは、やはり結構重要な要素だと思ってまして、これから会員も力を入れようと思っています。そこは就労移行支援とか生活訓練とか、学プロとか、ティーンズとか、まあ、そういった。 えと大人から子どものサービスの中でサービスを使いながらもそうかもしれませんし、まあ、そうじゃないこのネットワークっていうんですかコミュニティも、まあ、この場もそうかもしれないですけどあの作っていきたいなとは思っていますね今度の9月18日のニューロダイバーシティサミットっていうのも、まあ、一つの,その、えー、と実験ではありますねこういったニューロダイバー数系の人たちが集ってちょっと仲良くする空間みたいなつながりみたいなのをちょっと作っていこうという感じでもあるので、まあ、あえていわゆる健常寄りのところで 健常っぽく友達を作っていかなくてもいいということかもしれません。